昭さん明さんどうしました真キさん藤代の和歌昨日からお屋敷に戻られないと連絡が入りました昭さんどこか和歌の行かれそうなところに見当はありませんか失踪ですかわかりませんしばらくこちらへも来られなかったので俺は和歌の行きそうなところには心当たりないです大体藤代と寛月を往復する以外は ほとんどどこへも行かない人だったし困りましたねともかく私はこれから藤代へ行ってきますはいああの真木さん何でしょうその和歌をよろしく承知しました忍さんあなたどこに行っていたのです寛月の屋敷から何度も問い合わせが来たのですよもう子供じゃないんですから 無断外泊の1回ぐらいでそんなにおろおろしなくてもいいでしょうそんな無断外泊だなんてあなたらしくないじゃありませんかまさか忍さんあなたがこんなことをしたのは晶のせいじゃないでしょうねラのせいそうよ忍さんラが,があなたと連れ舞いするだなんて私は納得しませんよあなただってそうでしょ それにみんなが陰でなんて言っているか宗家はあなたにではなくラにこの藤代を継がせるつもりだって <laughs> こんなことならお父様が亡くなった時にラを追い出しておけばよかったのよ少し休みます <laughs> 待って忍さん私から宗家にお願いしてみますラなんかに藤代が継げるはずありません いくら藤代が寒月の流れで恩恵に預かっているからといって家の中のことをそこまで指図する権利はないはずよ恥ずかしいことはやめてくださいいい加減にしてく真木か若宗家にあまり心配をかけないでくださいもうご高齢なのですから どこへ行ってらしたのですお前に答える必要はないあります宗家にご報告しなければなりませんから女だ街で女を買ってホテルへ行ったんだ <laughs> お前は私に女が抱けないとでも思ってるんだなそんなふうにしたのは誰なんだ男と 遊んできたわけではないのですねバカ <laughs> なことを言うなあんなこと他のやつらにさせるものかわかりました宗家にはうまくご報告しておきましょう遠慮会まであと一週間です一度申し合わせに寛月の方へお越しください私は行かないよ若 思い返せば、いにしえも、浮きこともなし。